はい、おはようございます。何日目でしたっけ。今日は19ですかね。19日目のラジオ体操です。ちょっと僕も今日は眠たいです。おはようございます。いっぱい寝たんですけどね、なんか寝すぎて逆に眠いみたいなね感じでね、ちょっとそういう時ってありますよね。寝すぎると逆に眠たくなる現象ってあれ何なんですかね。人間ってほんと大変ですよね。今日は目玉焼きや。あと10日で時効だってさ。何横須賀の事件って。銀行の輸送車から金塊が盗まれた。あ、なんかそれ新聞見たな。吉川ちゃんの部屋で。5000万。欲しい。働かなくても毎日ビールが飲めら。いやでもいつか尽きるでそれは。それ今と同じじゃないの。あ、でもそっか、昭和の時代からしたら5000万ってめちゃめちゃ価値あるか。じゃすいません、いただきます。すいませんって僕じゃないわ、怒られたしげるや。いただきます。はい、それでは19日目始めていきたいと思います。ちょっとなんか横須賀の事件の方が気になるんですけれども、まあ僕には関係ないということで、いつもの日常を送らせていただきたいと思います。じゃあ今日の特別な場所ですね、民宿2階の3号室もうこれはバグだと思いますね、無視しましょう。そしてもう一つがヨーニーちゃん家ですね。これ多分安子イベントだと思うんで、ルーティン終わったらすぐにね行こうかなと思ってます。あと2つはまあ普通の場所、夕方の公園と猫屋敷。猫屋敷って多分あの猫が住んでた廃墟やと思うねんけど、どのタイミングで行ったらいいんかな。まあ、とりあえずちょっと猫の様子見に行きますわね。もう朝顔水やらんでいいけど、サイモンの様子だけは毎日。今日は起きてるやん、ね、お前えらいえらい。サイモンは自分の国を離れてここにいるけど、はい、寂しくないの。ほんまやね、寂しくない。時々寂しくなるよ。あ、そうなんや。だから年に一度は必ず国に戻るんだ。あ、そうなんだよ。へえ。お金がかかるね。そう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 、金持ち。自分金持ち。空いてる間お母さんにご飯を作ってもらえるし、うん、あ、いいな。宿代がかからないし。いいの。今は毎日金かかってますもんな。絶対金持ってるよね。ちょっと小遣いくれへん、100円ぐらい。何年も家に帰れないで、うん、世界中を放浪してる人もいるけど、そうすると、うん、お父さんもお母さんも寂しい思いをすると思うんだ、うん、まあ確かにな。サイモンにとってそれはとっでも悲しいことだから。あ、家族思いなんやな。年に一度必ず帰るようにしてる。えらいなあ。私できれば実家帰りたくない。金かかるから。金の亡者なんですよね僕。実家帰るのも金かかるんで、正直あんまり帰りたくないっていうのが僕のあれなんですけど。ヨシカちゃんキュウリ切ってる。あ、キュウリ切ってる。ほらえば。さあ行きますか。ヨニーちゃんち。あ、おっちゃんなんかしてる。何してんの。珍しい、こんなところでなんかしてる。おっちゃん、何してますん？あ、なんか変なとこまで移動した。お、歩いてきた。ねえおじちゃん、なんで大工さん辞めちゃったの？え？これは船頭さんに聞いたからな。なんでだっけな。あー、よう言わんのやな。高所恐怖症で高いところが苦手で辞めたやんな、おっちゃんな。僕知ってるで。なんでいちいち離れるの？話しかけたらいちいちここまで移動すんの、なんで？うわ、気まずいって。ごめん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 、嫌なこと思い出させたな、ごめん。そやな、そこはちょっと踏み込んだあかんところやったな、プライベートな部分やった、ごめん。僕が悪いと思うそれ。あ、びっくりした。お前ら何してんねん、こんなところで。日に日に移動してんな。ねえ、ボクちゃん、はい、ボクちゃんって将来何になりたい？もう何にもなりたくないよ。あ、意外すぎる。すなよ、勉強苦手やのに。なんで？あ、でも社会得意そうだったな。体育の先生って面白そうじゃない。体育かい。俺、学校の授業でやる体育なら、うん、全部100点取る自信あるもんね。あ、すごいやん、それは。逆立ちして体育館一周だってできるぜ。え、すごいね。あとね、足逆立ち要請から尊敬するわ。すごくいい先生がいたんだ。あー、いい影響受けたんやな。逆上がりができない女の子がいたんだけど、うん、逆上がりの代わりに、うん、その子が得意なピアノを弾かせて体育のテストにしたんだ。体育のテストでピアノ。なんで体育でピアノを弾くの。まあ無理やりこじつけると、うん、一応指を使うじゃない。まあまあ確かにそうやな、指いっぱい使うし。なるほど。結構ね、指の筋肉いりますからね、ピアノって。重たいから。それぞれが自分の得意なことを見つけるのがあの先生の授業だった。わー、めっちゃいい先生やな、それは。嫌やもんね、体育苦手民からしたら逆上がりとかさせられんの。絶対できひんからな。めっちゃいい先生で、よかったな。まあ、うちは父ちゃんがあの調子だからさ。うん。今から将来のことを真面目に考えちゃうんだよ。
あ、そうなんや。あ、お父さんがその大工辞めてこっちに帰ってきたっていうのもちょっとなんかショックやったんかな、子供ら的にな。今何してんか知らんけどさ。なるほどな、お前らもいろいろ考えてるんやな、偉いな。私将来の夢なんかなんやろ、全然考えたことねえな今まで。保育園の時とかはそれあったけどね、獣医さんなりたいとか。あれ、お姉ちゃんどうしたの、何してんの。え、ちょっと待って、おしゃれしてません、自分それ。帰ってきた時のあのワンピースですやん。一応約束だから。あ、そうか、いらー、ヨウミーちゃんに用事があるんだね。一緒に原さん呼んでこようか。あんで、ちょっと勇気出へんくてここでしゃがんでたんや。行こう行こう、自分で行くよ。えらい、来たよ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 。あ、大丈夫、スカート短いよ。痛い。お姉ちゃん、そう、おしゃれ着が唯一の、お姉ちゃんのおしゃれ着が。びっくりしたん、かわいい。え、恋しちゃう。あー、見たかった光景、これが。僕は望んでた光景。ずっと二人で遊んでたよね。まあそうやよな。そうだね。年近かったら男女関係なく遊ぶよな。やっぱりやすこちゃんの方がかなりお姉さんかな。まあ中学校と高校生って結構、いや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 、中学生と高校生ってね、結構差感じるよな。もう東京に出て遠足してるんだから。あー、そうやね。余計大人に感じるな。そうか。あ、いいアングル。あの頃はさ、同い年だと思ってたのにね。うん、1歳違いもなんか結構でかいな、そうやって考えたらな。私、小学校の入学直前に君のお母さんから、要は小学校はまだよ、来年の春よって聞かされた時、ちょっとショックだったんだ。一緒に行けると思ってたもんな。それは僕も同じ、やすこちゃんだけ春から小学校なんて、なんだかとにかくびっくりした。そうな、毎日遊んでたんかな。遊べんくなるしな。君が驚いて私の顔をじーっと見てたの、今でも覚えてるよ。うわー、うわ、めっちゃいいこの映像。小学校の入学式の翌日に、すっげー暇やけど、仲のいい友達ができちゃったんだ。わー、コミュ力高え、羨ましい。人生で最初の女の子の友達。他に女の子おらんのか、ここの島は。私が3番、彼女が4番。でね、あ、前の方やったよな。その日から君のこと完璧に忘れてた。いや、そらそうよね、今まで男の子と遊んでてさ、女の子の友達初めてできたら、そらそうなっちゃうよね。1年後に妙に無口になった君が、通学船に乗ってくるまでほとんど気にもしなかったんだ。船で会って、あってなったんやな。多分そういう子だと思ってたよ。あー、そうよな、1年間ほったらかしにされてたんやもんな。無口になるわな、そらな。勇気がなくてさ。そうだったの。私って残酷なんだ。後になってあの時君にものすごく悪いことをしたんだなって気づいたの。まあどっちの気持ちもわかるな。なんと中学に入ってからなんだ。大暴走や。6年間6年間何も思わんかったんや。ね、だって子供だったんだもん。そうやな、そうやな、そうやわ。子供なんかな、今が楽しけりゃそれ、何このジャジャーンは。今が楽しけりゃそれでいいっていうか、なんか僕めっちゃ日焼けしてない？この二人と比べてなんか顔真っ黒なんやけど、気のせい？え、まあ、まだもうちょっとお話ししてくれません？それにしても高一と中三の二人が今更小学校入学前の話をしてるなんて、ほんまやね。僕たちずいぶんのんびり屋さんだね。そうかもね。まあ何年話してなかったんや、小一からって考えたら10年近く話してなかった感じなんかな。まあ今からね、ゆっくりいっぱい話していって時を戻していってほしいと思いますよ、その二人のね。あ、誰かおる。あ、やっぱ朝を小やな、狼じじい出てこんかったって感じ。これ狼じじいやんね。いや、ダメだな。何が？ダメ？どうして？何が？先月の嵐で釜の中に水が入れあった。あー、それは炭にとってっよくねえな。うん、乾かさんとかは。ねえ、おじちゃんは何をしている人なの？狼じじやろ、これ。見てわかんない？うん。炭焼いてんだ。炭を焼く？そう。おじちゃんって、もしかしたら狼のじじ？じじ言うちゃった。あれ？言うなって言われてんのに。あ、下打ちされた。俺のことそう呼んだの？うわー、ごめん、うわ、言ったあかんって言われたのに。負け犬みたいな名前じゃねえし。そう、かっこいいやん。ま、いいか。
オオカミじじいって、なんかいいよな。いや、それは昔の話。私もなんかオオカミババアって呼ばれたよ。じゃあ今は？ごめん、ちょっと呼ばれたくないかも。朝起きてうんこして、炭焼いて寝る。なるほどな、朝一じゃないと多分会われへんかったんかな。今ちなみに10時か。ヨウくん家来てそのままこっち流れてきたんよな。会えてよかった、会いたかったよ、ね、またここに来てもいいかな。いい？しょうがねえな、勝手にしろ。なんか気難しそうやけど、これ仲良なったらめちゃめちゃいい関係気づけそうなおっちゃんかなって個人的に思うな。なんで狼じじいなんやろう。別に狼の被り物もしてない。まあ当たり前なんやけど。そらしてるわけないんやけどさ。狼好きなんかな。めちゃめちゃ狼好きで、なんか狼のぬいぐるみとか集めたくってるみたいな感じなんかな。いや、なんか嫌な予感するこれ。イベント被らせてもた、またあれ、これ多分ヨウ兄ちゃんヤスコイベントと被ってるよね、狼じじい。うわ、やってもたかも。はい、じゃあ虫相撲の時間ということで、来んの早いなお前ら。ヨウ兄ちゃん家の前の通路から秒やん。ねえ、もうそろそろ出してくれへん、秘密兵器。僕頑張ってると思うけど、虫相撲のようで、そろそろ秘密兵器を出していただきたくって。まだあかんの？いつになったら出してくれんのこれ。頑張れ頑張れ。オークはでっけえ、それ。うわ、体力ありすぎじゃない。オークはそもそもの体質すごいな。欲しいそれ。頑張れ。僕が育てたろか、そのオークは。いや、強ー。頑張れ。10ミリ違うのにこんなに押されんの。やっぱオークはポテンシャルすごいんやろな。欲しいな。どこにおんねやろ。痛い痛い痛い、押し出しちゃうやんけ、嘘つき。痛いよ。とりあえずチャッピー。頑張れ。チャッピー微動だにしなかったけど、あんた今やったー。チャッピーやる気ない。チャッピー、お、そうそうそう、いいよいいよ、やる気出して。もう一回ぶちかまさなきついかも。チャッピー、チャッピー、チャッピー、チャッピー。これやばいぞ。コンドルいっといて2回だけ押しとこうか。頑張れ。大きさ的には、あー、いいいい感じ、いい感じに硬直してる。こっちが若干押してるまであるけど。そうよね、お前もそれエグいんよな。ガブリ寄る、あー、ガブリ寄ってくるような、そっちもな。ぶちかましたら勝てそうなんやけど。そう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 、いいよいいよ、あとは頑張るだけ。よっしゃ、勝った、やっと勝った。欲しいこいつ、オークはポテンシャルえげつなかったな。わー、でもなんか捕ま、待って、お前もかよ、きついって。どこにねん、それ。よし、行け。やっぱあれかな、炭焼き小屋のところかな。今日木蹴ってないな、蹴ってくればよかった。朝一しかおらへんとかあるんやろな。ちょっと明日サイモンとか無視してあそこ走ろうかな。絶対強いもんね、オークは。あ、でも勝ったわ。なんや、ねえ、もうオークはしか出てけへんねんけど、おかしくねお前ら。どういう状況な。どこ行って捕まえてきてんの、そんないっぱいオークはばっかり。ずるいぞ。教えろ、僕にも、オークワの乱獲場所。何匹出た、もう、オークワ。おかしいやろ。どうしよう、でもな、そこまで別に、なんかコンドルで勝てるぐらいやったら、わざわざもらわんでもいいかな感はあるな。すごいね。めっちゃおもろい、この試合。あー、やばい、もう。よしよしよし。マジかよ、最後の最後で、それはえぐいわ。やばい、もう全部潰された。てか強すぎるんよな、もうオークワしか出てこえんくなった。やっぱ私もオークワ入れるべきかな。ちょっとドスコイごめん、あの嫁行って自分。なんかオークワ欲しい、もらわれへん。 3.3 匹の価値しかない。うんちやなお前。ほな、もうええわ。猫屋敷来たよ。来たけど、これ君ら公園で休んでた頃じゃない。子供らどこ行ってしもたやろね、お母さんとね。え、これいつ来たらいいんや。朝来た方が良かったん。あ、なんか黒い子もおるわ、これ。あ、これ豆ちゃんみたい。うちの猫そっくり、この子。な、何時？あ、なんだかんだでもう3時か。あ、ちょっと公園うろついとくか。逆に。え、な、何勝手に走ってる？え、何これ？あれ、光や。ん？なんか急にイベント来たんやけど、なんやこれ。どうしたん？廃墟？猫屋敷行くの？あ、ご飯あげに行ってる？もしかして。光がご飯あげに行ってたんかな？なんで隠れてんの？一緒に行けばいいやん。入ったら？
覗くだけ。え、なんかびっくりしてる。なんで。いや、バレるやろ。赤なんか自然で一番怖い色やのに。絶対バレるけどな。緑じゃないんやから服の色。え、なんで。ご飯あげてるんだねでいいやん。え、どういうこと、どういうこと。なんやこれ一体。急に始まったんやけど、無音で。猫おるな。君らご飯食べてるな。一緒やけどな、映像的には。うん、なんや。光に話聞きに行く。お前飯やってたやろって。いや別に悪いことじゃないけどな。うん、悪いことでは ないじゃない。まあ、ちょっと野良猫に飯あげるぐらいやったらもうこう立ったらって思うんやけどね、正直ね。ちょっとね、まあ、そこは昭和の話なんでね。はい、令和の今じゃないんで、ね、今日はどこ行けば面白いか。ちゃうやん、どうでもいいね。占ってあげようか。うん、いい。猫にご飯あげてたなっていう話したかって。じゃあ、また占ってほしくなったら声をかけてね。なんなんこいつマジで。これ以外喋られへんのか、ほんま。暇やし、ちょっと公園で遊んでみる。これでも全部やったしな。これ光とぎっこんバッタンするんやろ。おいでおいで言うてな。うん、そうやそうや。あ、ブランコって乗れんの。私乗ったことあった、ブランコ。あ、乗れるやん。すごいすごいすごい。ハイジぐらいこごうぜ。おう、あ、ケツから落ちた。じゃじゃん。失敗してるけどな。あ、え、こっち行ったら急に映像切り替わって、なぎささん出てきて、めちゃめちゃびっくりしたんやけど。何してんの、なぎささん。落ち込んでる。どうしたん、しょぼくれて。こんにちは。こんにちは。後ろからごめんね。うん。小さい頃ブランコ大好き少女だったんだよ。あ、ブランコはみんな好きやろ。じゃあ今好きじゃないの。いや、大人になってから乗ると怖いんよな。なんか分かれへんけど。落ちそうで怖い、ブランコ。焦がれへんよね。乗ることはできるけど、焦ぐこと難しいよな。お尻が窮屈なの。あー、それもあるんかな。ケツでかなった分、焦ぎにくいんかな、やっぱり。え、もしかして夕方の公園イベントってこれ？ついでに見れてよかったけど、時間潰すために公園で遊ぼうと思ってたから。じゃ、これは？あ、へぇ、乗れるんや。知らんかったな。意外と遊べるね、公園。もう僕、することないからさ。多分夕方の公園もなぎささんやと思うよな。これは土管。土管の中入れたりせえへんの。これ、どう？なんもないんか。こっちじゃないとあかんとかある。あ、なんかやってる。股の間から覗いてる？あ、なんか落書きあるね。たけしとしげるの落書き。へえ、そんなんあったんや。かわいらしい。サイモンはおる？あ、サイモンもやっぱりおるな。サイモン。昔。ポルトガルの港町で、今日のように夕日を撮ってると、ポルトガルってどこにあるんやった？いつもの教会の鐘の音が一斉に聞こえてきたんだ。ああ、いいね。キリスト？あれはまるで太陽を見送る強大なお組織のようだったね。わあ、いい感性。ポルトガルって聞くとなんかキリスト教多そうなイメージなんやけど、どうなんさ。あと50億年ぐらい生きてられたら、うん、本当の太陽の組織が見られるんだろうけど。そうなってしもうたらさ、その頃あのポルトガルの鐘はまだあるのかな、うん、いや、太陽が組織ってもう死ぬってことやろ。太陽死んだら多分あれちゃん、氷河期来て終わりちゃう。僕らの命もみんなお葬式よ。船頭さん、渚さん、あっちにいました。ブランコ声出ました。今日何の話してくれます？ねえ、山の中で変なおじさんに。ああ、狼じじいの話振りましたね、僕がね。ロケット少年の親父のことか。ああ、みんな知ってるんや。そうそう、狼じじいの。え、もっと詳しく聞かせて。そんな霧の悪いところで終わらんとって、なんで狼じじって呼ばれてんのか教えて。あの親父も変わり者で有名なんだぜ。いや、みんな変わってるけどな。おっちゃんも言うて変わってんだよ。国道作るのを最後まで反対してたんだ。ああ、そうなんや。一緒に乗ってる俺としては、いろいろと共感できる人でもあるんだけど。ああ、まあなんか多分船がなくなることが嫌なんじゃなくて、嫌な霧開かれるのが嫌なんじゃない。狼が好きや。いや、でも狼ここにおるって話聞いたことないしな。まあでもど田舎やしな、おってもおかしくないかもしれへんよね。昭和の時代やしね。めちゃめちゃ山深いやろし、どうなんやろ。ちょっともっと仲良くなって話聞き出さな分かれへんな。もう僕することないから。晩飯できたよ。じゃあね、晩ご飯当てたかってんぎょ。今日のご飯はシューマイと枝豆なる。あれ真ん中のキャベツかなんかの炒め物かな。なんかテレビいつもアニメとかなんやけど、なんか様子違うけど、これ何？次のニュースです。はい、7年前に横須賀で発生した
輸送中の金塊が何者かによって強奪された事件。これ朝話してたやつじゃん。犯人逮捕がなされぬまま、うん、今月29日で時効を迎える可能性が出てきました。今月29日、あと10日後に時効になるってこと。へえ、そうなんや。もうでも僕関係ねえからな。なんかやたら押してくんな。何やろ、金塊事件。もしかして海の中に落ちてる金塊、ワンちゃん。今日はお風呂竹しげ。あ、竹しげや。サイモンヨシカちゃんと話してたけど、前と同じ話してたからもういいやと思って来ちゃった。入ろうっと。あ、うちの学校、眠たい。もしかして今年から学校にシャーペン持っていけるんだぜ。うらやましいだろ。ええやん。この前奮発してゴールドシン買っちゃったよ。何ゴールドシンって、黒色じゃないってこと。僕くんなんかめっちゃ眠たそうやったな。小学校からシャーペン OK っていいね。あ、でもまあうちも田舎やったから OK やったな。都会やったらそういうの NG なところ多そうよな。田舎は結構自由なんだよね、そこら辺ね。筆箱とかも別に何使ってもいいし。何も言われへんかったなぁ、確かに。ん？安子？マスコ、ほら、後では。安子さ、公園行くんやったらコンポ止めなよってめちゃめちゃ思うんやけどね。とりあえずおじいちゃんと、ひか、おらへん。占いしてもらおうと思ってたのに。あ、どうしたん？おじいちゃん立ってる。あ、寝てる。どうしたん？どうしたん？どうしたん？マスター。寝てるの？珍しい。うん、寝る子は育つ、うん、いいことじゃ。まあそうやな。この子は何歳まで生きるかの。え、やめたれよ。わしはどんなに長生きしてもなんてこと。21世紀までは生きられんだろうが。こっから昭和の時代からの21世紀がちょっと何年後かもわからんけど、うん、後でじいちゃんにも聞かしておくれ。ああ、じいちゃん最近マジで死んだ後の話すること多なったな。ちょっとやばい傾向やぞ、じじい。なんだかわしまで眠くなって。おいおい、怖い怖い。その後の眠くなってきよったぞ。もう死ぬフラグなんよ。大丈夫か、心配やな。おじいちゃん、おじいちゃん死んだらこの二人どないすんのよ一体。ちょっと待って、占いってことは明日わざわざ死に行かなあかんってことか。だるいな。あ、この家もニュースやってない、これ。次のニュースです。せやんな。7年前に横須賀で発生した。一緒や。やっぱなんかこれフラグ立ってんな。多分こんなん今までテレビでかかってたことないもん。だいたいアニメ相撲ばっかりやったのに。何？金塊見つける？僕が見つけたらいいんかな、金塊。ちょっと朝海泳いでみようかな。海ぐらいしか考えられへんよね。あ、あと山か。あの崩れた洞窟の奥怪しいな。洞窟かなんかわからへんけど、崩れてる岩場、たま洞窟になってるんじゃない？通り道になってると思うよな、あそこ。あそこ怪しくない？ねえ、スコちゃん。誰でもブランコに乗ってる時だけは詩人になれると思わない？もうハイジになれると思うな。ねえ、ブランコってブラブラしてるから。あ、これなんか聞いた覚えあるわ。ごめん、もういい。はい、それでは絵日記の方書いていきたいんですけど、今日ちょっとね、イベント被らしてしまった気がする。ヨウ兄ちゃんとヤスコが話してたのも多分あれ、日記になった気するし、で、オオカミジジイね、あれも多分日記になったと思うよな。で、あとはヒカリがあの、ご飯あげに行ってたやつ。あれももしかしたらワンチャン、ぽい。いや、多分、オオカミジジイの話しちゃうかなとは思うんやけど、またイベントかぶらしやってしもうたら、ほんと、一日一個ずつにしてくれよって自分でも思うわ。全部見たいもんない、日記な。じゃあ、とりあえず変えてみます？どうですか？あ、そっちか、オオカミジジイなことなんかどうでもいいや。いや、でもよかったよかった。なんか嬉しそうな顔してますね、二人ともね。明日も二人で喋ってるから、ちょっとヨウ兄ちゃん家見に行きたいけど、もう虫相撲大クワばっか出てきてね、マジで勝てんくなってきたんで、ちょっと明日朝一で炭焼き小屋行って、あの木蹴りたくってこようかな。多分あそこやと思うよね、大クワオンの。明日はちょっとサイモンチェックやめといて、もうガーって走って炭焼き小屋の方まで行ってみましょうかね。はい、というわけで、じゃあまた明日頑張りましょう。おやすみなさい。